アレクサンダー・ジョンソンは、アメリカ合衆国アーカンソー州、ヘレナ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。1970年シーズンにメジャーリーグベースボール、アメリカンリーグの首位打者を獲得した。翌1971年シーズンに、所属球団カリフォルニア・エンゼルスと対立して、仲裁に持ち込まれる事態に発展し、シーズン終了後に放出された。 弟のロン・ジョンソンは NFL でプレーしたもと、アメリカンフットボール選手である。1942年12月7日に、アメリカ合衆国のアーカンソー州ヘレナで生まれた。少年時代は、ミシガン州デトロイトで過ごし、後年にメジャーリーグベースボールでプレーすることになる、ビル・フリーハン、ウィリー・ホートン、デニス・リバントラと一緒に草野球をプレーしていた。高校時代は、 アメリカンフットボールで活躍したが、ミシガン州立大学からのカレッジフットボールをプレーするための奨学金のオファーを断り、代わりに1961年秋にアマチュアフリーエージェントで MLB の球団フィラデルフィアフィリーズと契約を結んだ。同じく高校時代にアメリカンフットボールで活躍した5歳年下の弟のロン・ジョンソンは NFL 入りを選択し、ニューヨークジャイアンツに所属した。 1963年20歳の時にフィリーズのファームチームで早くもその才能の片鱗を見せた。このシーズンにフィリーズ参加マイナーリーグ D 級マイアミで120試合に出場して打率3 2 9 3号本塁打の好成績を残している。1964年は開幕ロースター入りのチャンスが巡ってきたがシーズン開始直後にはシントンセネタースから リリーフ投手、エドローバックが移籍してきたことに伴い、ロースターの枠を開ける必要が生じ、MLB で初打席を記録する前に、ミルブトリプル A 級アーカンソーに降格した。1964年シーズンにトリプル A 級アーカンソーで90試合に出場して、打率316.21本塁が71打点の成績を残し、シーズン中に最小を獲した。 1964年7月25日の MLB デビュー戦は4打数3アンダ1四球に打点を記録し上場のスタートを切った。ミルブでジョンソンのプレーを見たスカウトは彼の凄まじいバットスピードとそこから繰り出される強烈なライナーを伝説であるかのごとく説明し、右打者ながら本塁から一塁まで3.8秒で到達する快速も高く評価した。 一方で、守備の評価はあまりかんばしくなく、1965年シーズン前のスプリングトレーニングでは、接種の外野手として、チームメイトから、鉄の手という愛称が与えられた。1965年シーズンは、プラトーンシステムによって、左打者のエイス・コビントンと状況に応じて、使い分けられた。先発した61試合のうち、対戦チームの先発投手が、 左投手であったのは58試合もあった。タイマンプレーが目立ち、フライを打ち上げた時にまともに走ろうとしなかったこともあったために、フィリーズ監督のジーンモークを始終苛立たせた。シーズン終了後の10月27日にパッドコラレス、アートマ・ハッフィーと共に、リック・グローと、ボブ・ユッカー、ビル・ホワイトとの3対3のトレードにより、セントルイス・カージナルスに移籍した。 1966年シーズンのカージナルスは、左翼手ジョンソン、中堅種カートフラット、右翼手ルーブロックというナショナルリーグを代表する若さあふれる外野人を形成することになり、大いに注目を集めた。ところが、ジョンソンは1966年は25試合に出場して打率、186.2本塁打の成績に終わり、5月17日には、 トリプル A 級タルサに降格した。このシーズンに彼はパシフィックコーストリーグにおける最も危険な打者に選出された。1967年シーズンはカージナルスに戻り、主に聖ウイオクロジャー・マリスのバックアップ要員や代打要員として出場した。同年のワールドシリーズでカージナルスはボストン・レッドソックスに3勝4敗で敗れたが、ジョンソンはシリーズに出場しなかった。 1968年スプリングトレーニング前の1月11日にリック・シンプソンとのトレードによりシンシナティレッツに移籍した。1967年のレッツの精査翼手であったピート・ローズが右翼手にコンバートされジョンソンより少し前にレッツがアトランタ・ブレーブスから獲得したマック・ジョーンズが1968年シーズン開始前はその後釜になると見られていた。ところが レッズ監督のデーブ・ブリストルはジョンソンを高く評価し、彼を新たな制裁抑止に抜擢した。1968年シーズンにこの期待に応えて、ピート・ローズ、マティアルー、フェリペアルーに次ぐ、ナリーグ4位の打率、312を残し、シーズン終了後にスポーティングニュース選出のカムバック賞を受賞した。 1969年シーズンはそれまでの自己最高を倍以上更新する17本塁打を、花地長打力も見せ、打点88、得点86を残し、この2つの指標でも自己最高を記録した。レッツの2シーズンは、外野手ながら1968年は14、失策で1969年は18失策と、両シーズンともナリーグ外野手の最多失策であった。 投手力を強化する必要があり、若手有望株外野手、バーニー・カルボも急成長してきたため、1969年11月25日に、ユーティリティ内野手のチコルイスと共に、ペドロ・ボルボン、ジム・マグラスリン、バーン、ガイシャーととの2対3のトレードにより、カリフォルニア・エンゼルスに移籍した。九百七十年シーズンは、序盤から好調であった。五月終了時点で打率。 366を残し、前半戦を打率。328で折り返した。同年のオールスターゲームにアメリカンリーグチームの一員として選出され、代打として1打席のみ出場した。このシーズンは終盤まで高打率を維持した。10月1日の最終戦では2打席目と3、打席目に安打を放って打率。3289とし、9月30日に、 全日程を消化した、レッドソックス所属カールやストレムスキーの打率、3286をわずか3号差で上回り、打率1位に返り咲いた。3打席目の後に試合から退き、首位打者のタイトルが確定した。ジョンソンは3打席目に安打を放った後、ダイソーの J ・ジョンストーンが一塁へ向かうのを見て、不思議に感じ、何をしているのか尋ねたという。 1971年シーズン前のオープン戦で最初のイニングでゴロを放ちまともに走らずにアウトになった試合があった。エンゼルス監督のレフティフィリップスはこの翌日の試合でジョンソンを起用しなかった。6月4日の1から10でレッドソックスに敗戦した試合では1打席目で平凡なゴロを放ち1塁までの途中でダッグアウトに戻ったために初回に試合から外された。 トニー・ゴンザレスに制裁抑止の座を奪われたジョンソンは彼のチームメイトや経営人との対立のいくつかは人種的に動機づけられたものであることを示唆した。ジョンソンはこの後彼の親しい友人チコルイスにクラブハウスにいる時に拳銃で狙われたと主張したがルイスはこれを否定した。エンゼルス球団は6月15日のトレード期限までにジョンソンを放出するために ミルウォーキー・ブルワーズのトミー・ハーパーとのトレードを成立させようとしたが断られたためにこの試みは失敗に終わった。ブルワーズとの4連戦で遠征先のウィスコンシン州、ミルウォーキーに向かった時、ジョンソンは地獄でプレーしている現在の環境を改善するためにはカリフォルニアを去る必要があるという自身の考えを記者団に明かした。フィリップス監督は あなたが彼の最近のプレーを見ているのであれば、彼が出場選手の顔ぶれに名を連ねていない理由がわかると思うと述べた。1971年のスプリングトレーニングから6月末までの期間にジョンソンは29回も罰金を課され、5回ベンチに下げられた。6月26日、エンゼルス GM のディック・ウォルシュは最善の努力を怠ったとして、 ジョンソンに無期限の出場停止処分を言い渡した。MLB 選手会戦無理事のマービン・ミラーはジョンソンに代わり直ちにエンゼルスに対する訴状を提出し、彼が精神的ストレスを抱えていたことを理由として、有給の故障者リストに含めるべきであると主張した。ジョンソンはチーム全体が彼と一緒にプレーすることに冷淡で、あったために真面目にプレーする気になれなかったことを認めた。 訴えにもかかわらず、フィリップスは、ジョンソンが、球団に戻ることは二度とないだろうと強気の姿勢を崩さなかった。7月21日に、問題解決のために、選手会と経営者側の委員会の間で合議が行われたものの意見の相違は埋められず、第三者による仲裁に持ち込まれることになった。ジョンソンの出場停止から30日が経過した後、 MLB コミッショナーのボーイキュームは彼を非公開選手リストに切り替え、エンゼルス球団が出場停止処分を継続できるように後押しした。8月31日にジョンソンの訴えに関する評決が先送りにされ、シーズン中に合意に達する可能性が低いことが指摘された。ジョンソンとエンゼルス球団の合意が暗証に乗り上げる中、9月8日付の シカゴサンタイムズが見はゴルシュがジョンソンとレイスの銃の事件について嘘をつき銃を隠すように指示を出していたことを報じた。仲裁人、ルイスギルはジョンソンを診察した二人の精神科医の知見に基づいて選手会側の主張におおむね同意し9月29日にジョンソンは物理的な病気よりは悪くない情緒障害でありエンゼルス球団は彼を故障者リストに入れる必要が あると結論付けた。ジョンソンは、球団から給与を受け取る権利を認められ、返済分として29,970ドルが彼に支払われた。その一方で、ギルは、エンゼルス球団がジョンソンに課した罰金3,750ドルについてはそのまま残すことを認めた。マービン・ミラーは、自伝の中で、選手会事務所に来たジョンソンが午前9時から午後7時まで、 昼食の45分を除いて喋りっぱなしで、球団や何人かのチームメイトから、不当な扱いを受けたことや、マスコミへの不満について、ありとあらゆる紙に書き込んで持参していたことを述べており、その訴えの大半が法的に認められるものであるという見解を示している。また、球界首脳が、精神疾患を持った選手に対して、偏見を持つどころかそうした選手の存在さえ、 認めようとしないということも述べている。ジョンソンの立場になって戦ったことにより、選手会を信用していなかった黒人選手たちの態度ががらりと変わったとして、アレックス事件は新しい時代への架け橋だった。新しい連帯感への通り道だったのだと締めくくっている。なお、ボーイキューンも自伝を出版しているが、彼の方はこの事件について触れていない。 伊藤和夫は1971年に産経新聞の連載記事で妻はじき者の首位打者としてジョンソンが起こしたトラブルについて取り上げ、ジョーメドウィックがジョンソンくらいバカで毒舌かは見たことがない。あんな頭の悪い奴がメジャーリーガーなんて聞いた呆れると口にしていたのを聞いたことやジョンソンと彼のチームメイトの仲が悪いことを如実に表す例としてジョンソンに限っては 本塁打を放った後にホームインしてもバットボーイや自打者と握手をしないことを述べている。1971年シーズン終了後にエンゼルス球団は内紛に関与した主要人物全員を放出した。ジョンソンは10月5日にジェリー・モーゼスと共にアラン・フォスター、フランク・ベーカー、ベーガ・ピンソンとの2対3のトレードによりクリーブーランド・インディアンスに移籍した。 フィリップス監督は10月6日に解雇され、ウォルシュ・ジ m エムも契約を4年残して10月20日に解雇された。チコ・ルイスも冬の時期に放出された。前年の銃の騒動で関係が解消されたものの、それ以前のジョンソンの長年の親友であり、彼の幼女、ジェニファーの名付け親でもあったチコ・ルイスが1972年2月9日に自動車事故で33歳の若さで死亡するという、 悲劇に見舞われた。ジョンソンはルイスの葬儀に参列した野球選手の一人だった。同年6月12日にスカウトとして再雇用されていたエンゼルス前監督でフッティ・フィリップスが全足の発作を起こし53歳で亡くなった。1972年シーズンは8月に入る頃にかかとの負傷が原因で代打のみの出場に制限された。シーズン通しての打率は 239であったが、この怪我から復帰した8月19日以降に、限定すると、351の高数値を残した。1973年3月8日に、リッチ・ヒントン、ビンス・コルバートとの1対2のトレードにより、テキサス・レンジャーズに移籍した。レンジャーズ監督のホワイティ・ハーツ・ゾーングは、獲得時に、ジョンソンが規立の問題を起こしたことが分かり次第、すぐに、 彼を放出するつもりであることを言明した。1973年シーズンは116試合すべてで、レンジャーズの指名打者として出場し、首位打者に輝いた1970年以来3年ぶりに、規定打席に到達した。打撃面での貢献からすぐにハー族の心を捉えた。ハー族の後継監督のビリー・マーチンとは、波長が合わず、1974年9月9日に、 ニューヨークヤンキースに契約が売却された。翌10日にヤンキースの一員として迎えた最初の試合では延長戦12回表に決勝ソロ本塁打を放ちチームの勝利に貢献した。1975年シーズンは膝の怪我に苦しみ出場機会が限定されることになった。このシーズンは52試合の出場に止まり同年9月9日にヤンキースから放出された。 1976年シーズンは新たに契約を結んだデトロイトタイガースで開幕を迎えたがシーズン終了後にタイガースから放出された。1977年にメキシカンリーグのディアブロスロホスデルメヒコでプレーした後現役を引退した。1962年2月2日にジュリア・オーガスタと結婚した。二人はジェニファーとアレックス・ジュニアを養子に迎えたが ジョンソンが現役を引退した後に離婚した。ジョンソンは1978年に地元のデトロイトに戻った。1985年に父が亡くなり、建設会社にダンプトラックを賃貸するトラック、輸送サービス業を引き継いだ。1998年に私は自分の人生を楽しんでいるか、という題目でスポーツイラストレーテッド氏のインタビューに応じたかつての トラブルメーカーは常に飛行機に乗っているなんてことがなくてよかった。あらゆることに向かい合う必要がなくてよかった。私はただ自分の車を持っている人たちの役に立ちたいだけだよ。それは素敵な普通の生活から私がいつも思い描いていたことだと謙虚なコメントを寄せた。2015年2月28日に前立腺癌による合併症で死去。72歳胞 ありがとうございます。